ミブロのワーロック 2.5 ちょっとでかいワーロック、まあ正確に言うと多分こっちがオリジナルのサイズなんだけど、こいつを使って釣りしていくぜ。まあ今回タックルがこのレイピルドしたウラレなんで、まあやや重ためのクランクの方が合うかなということで、まあワーロック 1.5 でも全然いいと思うんだけど、リールのマッチングも考えてね。 DC200 です今回。でかいで、ラインが20ポンド太いということで、でかいワーロックを使っていきます。まあアクションはワーロックですねまあこのややでかめなクランクベイト、レギュラーサイズというべきかね、クランクベイトって多分あんまり人気ないサイズ感だと思うんですよ。それこそワーロック 1.5 のような、まあちょっとちっちゃめというか、まあ、ちっちゃめっていうかあれが普通だよねぐらいのサイズ感だけど、世間一般でいうちょっとちっちゃめのクランクベイトよりはでかい、まあ、世界標準でいうと標準なクランクベイトになってくるんですが、まあ確かにね、まあ、1.5 の方が釣れそうな感じがするけど、つかあっちいいな、ここ移動します。あ、ワーロック 1.5 の方が釣れそうな感じはするんだけど、通好みというか割とこうクランクベイトやってる人は比較的でかいクランクベイトを使う、まあ場所によるけどね、場所によるけど、でかいクランクを好んで使う人は結構多いと思うんですよね。そういう意味ではワーロック 2.5 っていうのはベストサイズっていうメンツも結構いると思うんですよ。あれはバスじゃないな、つかバスだったとしてもサイトフィッシングが無理だな。なんでかっていうと、まあ単純にでかいっていうのが投げやすいとかあるし、魚を遠くからとか広い範囲から呼んでこれるし、何より食ったらでかいよねっていう魚がねっていう部分、じゃあでかいの使った方がよくねみたいないうのがね、まああったりするんですよ。まあちっちゃい方がちっちゃい魚とかも取っていけるとか、ナーバスな魚にも取っていけるとかなくはないので、まあ確かにそういう意味ではちっちゃい方が釣れるって考え方もできにくはないけど、まあでっかい方がいいよねっていう人も、どうせ釣るならでかいのがいいよねとかね、いう人も多いしね。だからでかいクランクを好んで使う人も多いと思います。まあ特に広いエリアで魚釣るよっていう人はね、でかめのクランク選ぶね。小場所、まあ野池、まあ野池やったらでかいの選んでもいいけど、水路とかね、クリークとか流入とかああいうところがメインだよっていう人は、まあちょっとでかいかなっていう感じはしなくはないけど、まあそのでかさがいいよねっていう考えもできるけどね。確かにややオーバーサイズ感はあるかなと思うんですが、まあ野池とか川とか湖ダム&ボートの人とかはね、結構こっちの方が好きっていう人多いんじゃないかな、うん、やっぱクランクベイトってどうしても多少の持論は入ってますが、あまり広めのエリアをカバーできるルアーではないんですよね。だから巻物のカテゴリーに入るけど、巻物といっても千差万別いろいろあるわけで、でスピナーベイトとかバズベイトとかに比べると、あの辺はね広いエリアを拾っていけるルアーなんだけど、クランクベイトはどちらかというとピンです。巻いてピンを攻めるためのルアーみたいなもんところがあってさ、どうしてもさあんまり広いエリア探していこうぜっていうルアーではないと個人的には思ってます。でもまあでも単純にルアーのサイズを上げれば威力も上がるから、それがより広い範囲をカバーできるパワーになると、まあ至極単純。でもその理屈で言ったら広いエリアをカバーする能力は、例えばマグナムクランクとかの方がそらあるわけなんですよ。マグナムクランクまで行っちゃうと、やっぱ多少なりとも選ぶよね。釣れる魚もそうだし、釣れる場所タイミングもそうだけど、だからそういった魚を可能な限り選ばずに、かつ広いエリアを拾っていきたいよっていう時に、このワーロック 2.5 ぐらいのね、ぐらいのですけどサイズ感のクランクベイトっていうのはわりかし重宝すると思うんですよ。だからなんかみんながイメージする巻物としての使い方としては、ワーロック 2.5 が一番あれなんじゃないかなとは思いますけどね。スピナーベイトの方が釣れそうな感じがするから、いやーなんかそれっぽいカバーがあるわけでもないし、はっきりとした地形変化があるわけでもないし、こういうところってすげえ攻めづらいよな。バイブレーション使いたくなるよね、こういうところは。どちらかというとね、比較的遠浅ってやや遠浅やしね。でもバイブレーションだと、まあ、定番だけどちょっとね広い範囲探れないんで、その単純なスピード感の問題とかもあるけどね、早くタイトに動くものだから
どうしても追っかけてくるっていうよりは目の前に通してバッて行かせる感じ、なんか刻んでいくタイプのルアーかなーってバイブレーションはね思うんですよ。まあ、ゆっくり巻けばそれはそれでいいかもしれないけどね、引っかかるんで。その点クランクはリップの抵抗があるんでバイブレーションよりはゆっくり引ける。なのでちょっとコースを外しても寄せられる可能性はあると。ただそれは普通のクランクだとパワー的に難しいので 2.5 ね、まあ、っていう 2.5 の話をしてます。でも今日 2.5 使ってる理由はタックルに合わせてですけど、うわマジでいってる。おい外れた工夫で危ね危ね、反対側から引っ張ったら簡単に外れるの。やべえねー、夏やったらもう一匹ぐらい釣れてもいいんだけどねなんならこの浅いところに魚がうじゃうじゃいたりするんだけどね。やばいねやばいぞ、どうする、これやべえな、簡単に釣れんくなってきたよ本当に。サクッと1時間で1本動画作ろうってなんなくなってきたからねやばいな、どうしたものか。もういいや、めんどくせえ。いや厳しいね、いやほんとおらんくなったよね浅いところに。おお、ここいいんじゃないか、ここいいんじゃないか、良さそうな空気で取るよ、水深あって ある感じするし。だってこの辺から丁寧にやっていこう、マジで何もねえもんな今のところ。やばい、ひえー、もうこっから向こう1時間ぐらいかけてやる。やべえ、いやもう釣り方選べんくなってきた、これでやろうじゃ無理だわ、やばすぎる、どうすんだよこれ、まずーい、釣れない巻いて釣る方が無理なのか、こういう系じゃ無理、やばすぎる。いやー、ネコリグじゃねえとダメか、もう可能性あるとしたらこの遠底魚しかないよな、ここ以上に深いところがないんだから。で今まで釣れてないのはもう水深でしょう問題は、まあ、ルアーのレンジとかスピードとかも合ってない可能性あるけど、そこは変えずにだわな、ここを変えずに行くならもう場所はもうこの遠底魚しかない。まずい、やばい、どうする、本当にネコリグ素直に使っときゃよかったぜ。おっしゃ、来
ました。園庭際やっぱり園庭際やったちっちゃいよちっちゃいよちっちゃいけど嬉しいよいやー危ねー、マジで釣れんくなってきたやんけ、本当に厳しい。この間まではねこれで喜んでる。バカ野郎、この一匹釣るのにどんなに苦労したと思ってね、もう被害とっぷりくれとるやんけいやーおしゃおしゃおしゃあワロック 2.5 いやー超苦労した、超嬉しいんだけど夏に釣った50アップより嬉しいかもしれない。50アップなんか釣ってねえし俺、あ1回だけ釣ったか、あれより嬉しいわな100倍。あれはもう餌でまぐれで釣ったし、あれまあこれも正直無理やりやってっから合わせてないからね、ラッキーといえばラッキーだけど割とやばい割とマジで釣れんくなったもんな、焦ったー本当に釣れん。いやまあクランクベイトで釣るなら釣るで、もっと例えばサイズ感を変えたりとか、サイズ感以上にレンジを変えたりとか、そういうのやっていかないとダメだよねっていう中で、ルアー1個縛りみたいな、もうなんか夏からの癖だよな、ルアー1個縛りみたいな、そんなんやってるけどもう無理だわ今日このルアーで釣ろう、じゃあもう無理だわ、厳しくなってきたね。まあでも1匹苦労しました。まあ、今回はこのブラックレーベルファーストムービングのリビルドバージョン、こいつのシェイクダウンみたいなところもあったんで、アンドワルク 2.5 の初だし、チョーカー二の次でいいんじゃないでしょうか、よくないかいやでも厳しくなったよ、さすがにもうルアー縛りはそろそろやめとこう、ルアー縛りタックル縛りゴリ押しが通用しなくなってきたちゃんと合わせるようにしましょう。ちゃんと釣れる釣りをちゃんとやっていかないと釣れないわ。あー疲れた。セーフセーフ。そんじゃまあ皆さんお疲れ様です。帰ります。